キンキキッズが毎年恒例の冬のドームライブの東京公演を開催した。今年は16、17日に東京ドーム、そして来年1月1、2日に京セラドームにて実施する。今回は17日に開催されたキンキキッズコンセール2023から2024プロミスプレイス東京公演2日目をレポートする。ペンライトを手にしたファンは開演前から拍手で待っていると、ステージ上にはバンドメンバーを乗せた4台のアメ車のオープンカーが登場。演奏が始まると今度はステージ奥が開き、スモークの中からそれぞれオープンカーを運転したキンキキッズの2人がきらびやかに登場する。降り立つとそのまま27日にリリースされる47枚目のシングル「シュレーディンガー」を披露。その後は助手席に乗り込み、歌いながら車でアリーナを一周するとバックステージにて最初の MC に突入する。